工房の山下です。山下です。今日は、まあ、YouTube ってね、まあ、自分の好きなことも視聴できるというツールですからね。これは僕がちょっと面白いなと思って乗っかるつもりはないですし、まあ、乗っかってると思われても嫌やからこの動画は収益化しませんけどね。電子レンジ何を入れてはいけないのか勉強していきましょう。最近ね、某 YouTuber このノートを電子レンジに入れました。フリクションボールペン、消えるボールペンをこう言うたらこう書いて、この中に入れたら消えると、でこれは無限に使えるんじゃないかっていう実験があって、それをねがまあ物議を醸してるわけですよ。ただ、まあ、その YouTuber の方がね謝罪動画を出してらっしゃったんですけど、まあ、ちょっと考えさせられた。この件いろいろねネットの記事でも書かれてるんですよ。誰が悪いとかね、まあ、大阪のおじさんの個人的な意見ですけど、悪いことをして危ないことしたのは子供や、だから叱られるべきは子供なわけですよ。大人サイドはじゃあどうしていくかなっていう発展的な話をすることが大事な気がするんですよ。まあ、そう考えた時になんですけども、誰が悪かったか、どこに原因があったのかっていうことに関しては突き詰める必要は全くないし、悪いことをしてその子供に対しては言っとくべきですよ。だってそんなんさ言い出したらな、 YouTube 上でやってはいけないことをさ煽ってる人なんか山ほどいるからな。まあそうですね、テレビでもそうでしょ。考えが合わない人とかそれは違うだろうって思う人が山ほどいるわけですよ。だからやっぱり今回の件に関して保護者の方も別に悪くないよ。あ、ごめんなさい。非常に毎日面白くって、見てるとなんかねちょっといいことがあったなみたいな、少しこう明るくなれるんですよね。だから僕は好きです。だからまあ今回の件に関してはすごいこう謝罪動画を出していらっしゃって、もうそれでも完結したことですからね。まあこっから先第三者がとやく言うことはないと、それまあとやく言ってる矛盾した動画なんですけどこれはね。まあということで、ただ僕が今回の件を総括して僕が興味を持ったのが電子レンジ、ミュージックノート、これをねこの中に入れて、この中にこう入れて600ワットで3分やったらしいんですけど、子供は。はい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 、行っちゃいましょう。行きますよ。いやいや、そうやるわけないよ。びっくりしました。びっくりしました。入れてません。これね、びっくりしました。燃えます。ということで今日の動画は、電子レンジに入れてはいけないものをちょっとね、面白かったものを言います。面白かった1位は、はい、ブドウです。ブドウ入れたらあかんらしいんですよ。あと面白かったのは、スーパーの紙袋。紙袋も、あ、当然ダメなんですけど、特にダメらしいんですよ。なんか有害な物質がこう揮発するらしいですね。あと唐辛子、乾燥唐辛子。これはね、火災の原因になるらしいですね。ここにピッと一回入れてみますか。はい、なんか主にダメな面白いやつ、はい、うん、これ絶対に入れてはダメです。であと責任っていう話ですよ。なんで大人は良くて子供はダメなのか。子供はだってさ責任取れないでしょ。大人ってねその先の責任を問わなきゃいけないんですよ。まあ、そういう意味でね、子供の時にその責任っていうのが一体どういうものかっていうのを学ぶね時期でもありますから、まあ今回ね、あの燃やしちゃった子供さん、非常にいい勉強になったんじゃないでしょうか。大事に行ったなんて本当に良かったと思いますね。次行きましょうか。はい、買ってまいりました。はい、ということで、リメイク動画です。まあ最近炎上したと言われている、ハンドソープは何プッシュできるのか、とある YouTuber さんね、ファンなんですけど、はい、これってね、共通してるのが、なんでダメだったんだろうっていうところなんですよね。バケツを用意しました。で、この中にですね、このハンドソープをプッシュして、何プッシュできるか。ちなみにこれはですね、あの泡があわあわってなりますけど、その後しばらく置いて、その後この容器に移してみたいですね。戻します、戻します。まあ、もったいないって言われる方はいらっしゃるかもしれないですけど、一応元の方に戻ります。まあ、その某 YouTuber さんは、こうすればよかったんちゃうかなと思います。そうですね。まあ、一回やって、回収できる形で。一個だけやりますか。じゃあ、ここで何を使っていいのか、何がもったいないのか、なんでコーラ風呂が炎上しなかったのか。ああ。で、なぜ、ウンブロが炎上して、なぜこれがちょっとだけ批判の対象なのかって僕に何考えてみたわけですよ。これはジャンクではないんですよね。コーラってジャンクフードのカテゴリーなんですよ。僕だって知らない間にそれがジャンクかどうかっていうのは判断してるわけですよね。こういうのってなんか家族で優しく使うみたいな、ジャンクって呼べないブランディングがされてるわけですよ。例えばマクドナルドのハンバーガーをどれだけアレンジしても許される感があるじゃないですか。だけどすげえラーメン屋さんでさ、頑固親父が早く俺が一生懸命作ったんだよみたいなやつをアレンジできるかって話じゃないですか。多分その違いだと思うんですよね。なるほど。だから実験系もそうじゃないですか。例えばスライムって何しても許されるからでしょ、はい、あれってねそういうものなんですよね。そういうものじゃないところのギリギリを攻めてる天才がね、某 YouTuber なんですよね。はい、まあ一回出しましょうか、はい、どういう図になるのかね。200です。300です。
よし、こんなもんですかね。こんなもんでしょう。ということで400回ぐらい行けました。きれいきれいです。蓋をしますとちょっと放置して元気に戻しましょう。そうですね、まあ、もったいないってことはさ、これ元に戻しちゃったらいいのよ。 YouTube 自体がさ、子供の教育にいいとかって思ってるのは良くない。 YouTube っていう自体も娯楽やん。コーラとかマクドナルドと同じです。だから別に YouTuber とかって自分の好きなことやったらいいのよ。批判もだって自己責任でしょ。今回のいろんな騒動みたいなのがあったけど、なんかそれ窮屈に感じてしまうんだよな。何の意味もない大阪のおじさんの愚痴動画だったですけど、愚痴動画とか意見を言ってる動画だったですけども、こんなもんです。まあ今回の動画はジャンク動画でございました。オチが見つからんからちょっとなんかあれして、ハンドソープで一発ゲーム。あ、いきます。ビオレママになろう、共産性ビオレ、いかっ。まあということで、はい、良い子のみんなは YouTuber がやってることを真似しようとなんか1ミリも思わんほうがいい。大人になってからやりなさい。自己責任のもとでできるようになってからやりなさい。そして親御さんはですね、子供たちにとって刺激の多い時代になったということはまず間違いありませんので、僕なんかだって河原でエロ本落ちてましたから、ね、まあそういうスポットがありましたね。ありましたよね。お父さんお母さん本当にすいませんでした。すいませんでした。ということでまた明日。ありがとうございました。もうでもさ、はい、結局な、はい、YouTube 自体さ、はい、なんかこういう風潮が流れたら面白くなくなるよな。やっぱりファンタジーやからな。ファンタジーじゃないけど現実じゃないところを見て面白くなるもんですからね。そういう攻める風潮とかじゃなくてさ、みんなでフォローしていくというか、だからそんな風潮があった方がいいと思うな、僕はな。ちょっと話したことなと思って受け取り側の問題ですよ。メディアリテラシーという言葉もありますけどもね、でもほんまに YouTube 自体悪いものじゃないと思うんですよ。やっぱり娯楽ですし、見ると面白いですし。そうやで、そうやで、そうやで、はい、だって日本文学でさ、不倫とかさ、殺人とか描いてもいいわけでしょ。まあそうですね。でもなんでテレビとか YouTube じゃダメなの。あ、でも面白いね、今の。あの娯楽と芸術の違いなんですか。あー、そう、YouTube は芸術じゃないっていうことですか、ね、裸もさ、裸写真もそれが芸術やったら OK みたいな風潮がありますよね。あ、なるほどですね。なるほどですね。まあでも、まあまあまあ、はい、何の話。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでこちら泡の入ったバケツ、時間が経つとどうなってるんでしょうか。あゆむちゃんに手伝ってもらって開けてみたいと思います。お願いします。はい、おー、すごい。ちゃんと泡で出てくるんでしょうか。おー、泡でした。というわけで、ちゃんと泡に戻りました。それではまた明日。